俺は無償の正義が大嫌いだ。誰かを助ける。これには何かしらの目的が存在して当然だからだ。お金、名声、恩、自己満足、下心、私利私欲の目的が少なからずあるはず。それらが存在せずに他人を助けようとするのは寂しか後先がないやつくらいだと思ってる。世界が求めるヒーローとは世界平和のために自身のことを顧みず世界のため、平和のため、弱き者を無償で助ける。何も要求しない、平和であればそれでいい。そんな幻想を抱く奴が多い。だから正義は常に理想に苦しめられる。正義は正々堂々、少なくとも周りが引くようなことはしない、綺麗であり続けなければならない、正当性を常に持っていなければならない。それら一つでも欠けたらヒーローではない。そんな奴らばっかり、誰かの運に当然のようにすがるクズがいるなら、そのクズを利用するヒーローもどきがいたって普通だ。正義のヒーローをやっつけるのは悪の組織、違う、民意だ、助けて当然、理想通り、みんなが納得する救いをして当然、できないのはおかしいという狂った感性と民意に正義のヒーローは殺される。だから俺は自分は偽善だと言ってきた。自分の守りたいものに対して手段は選びたくない。綺麗事が大好きで汚いことが大嫌いな奴らの意見に殺されたくない。だから正義にはならない。自分を恨んだ、世界を恨んだ。人間関係が違えば悪の組織にいても不思議じゃない。俺はそういうやつだ。自覚してる。俺はいつまでも他人に気を使うのが嫌いだ。周りからヘタレヘタレってうるさいけど、私利私欲で相手の意地をいくらでも無視して、いなら欲望のままにしてる。限度がわからないから怖いんだ。だから悪は心地いい。抑えなくていいから、自分の思い描く理想をそのまま扱える。なったな、皮肉な話だ。理想の体現、自由な思考、嘘を混ぜた戦闘、それらは全部主様の正義であろう、という気持ち、やりすぎないようにしようという気持ちが成長をせき止めていた。簡単な話だ。攻撃は相手を傷つける行為、それをどう言い訳しても利口な正義ではない。攻撃は悪だ。正義の鉄拳は誰ごとなんだよ、主様。え、まだわかってなかったの。価値観だな。平和な環境で生きてきた弊害だ。周りがそうであれと教育という洗脳を受け続けてきたんだ。そうそう受け入れるものじゃない。道理で敵を倒すことに救いなんて存在しないのにね。暴力で懲りたら反省しろなんて、殴られたくなかったらおとなしくしてろ、きつい脅し、とても正義には思えないのに、言葉を変えて正義だと勘違いして、面白い価値観だね。ベルトルラくらいだな。正義で動いてる奴は、だが主様は青系統ではない。ベルが不機嫌にもなるな。こいつらは他人や自分を傷つけたくない保守的な思考だからな。リズの花、セカンドペタル。ユクの花と経験感の相性がいい。目が疲れても回復すればまた治る。単純計算なら以前の5倍は長く扱える。あいつは強い、というよりおそらくダメージという概念が存在しない。エネルギー源がはっきりわからないのも辛いところだ。悪運に目覚めるのは想定外だったが、こっちにとっても都合がいい。縁を悪意を糧にする。お前の悪意はここでは俺と縁のエネルギー、そのまま悪意にも舐めてしまえ。エルを使い捨てたのは気が早かったか。もう少しにも心もボロボロにしてからでもよかった。待て、死んだのか。本当に死にっぱなしで能力が戦い続ける可能なのか。二度のエデンですら俺が死ねばリセットされる。なら死んでない、そう考える方がいい。死んだふりしてる方にしてやる。わざわざエルの死体をどういうつもりだ。自然光、円柱光、まさか死体を取りに使ったのか。これが結晶を冒涜すれば気が済むんだ。お前は、お前に言われたくねえよ。もう存在しない奴を使ってどれだけ俺を冒涜すれば気が済む。いい加減あったよ。もういいや、好きに思え、好きに恨めよ。お前の都合のいい解釈で俺を今世紀最大の悪者にでも仕立て上げればいいさ。付き合いきれない。もう悪意には飽きた。どれだけ言い合っても、葛藤をぶつけ合っても、ただ不幸自慢が続くだけだ。一生答えなんか出るものか。好きに悪意を振りまけよ。もう俺は止めやしないさ。正直お前といると疲れるんだよ。また悪意から逃げるつもりか。まともに戦ってもいないのに。まとも、それはお前だろ。この空間でまともな戦闘になると思ってるのか。お前がただ俺を追い込みたいだけの自己満足の世界だろ。現実で例えてやろうか。ネットの匿名のアンチなんだよ。お前、仕事書いてることは大きなこと言ってても、その行い自体は浅はかで程度が低い。荒らしていれば周りが反応して、同レベルのバカを集めて意気投合する。周りからはすごく惹かれてるのにそんなことにも気づかない。お前は俺しか見えてないガキなんだよ。だからもういい。同じ舞台に立つ度胸もない。自分はずっと安全圏にいたいって言うならずっと吠えてろよ。相手するだけ体力が減るだけだ。もったいない。俺が、
程度が低い。ふざけるなよ、逃げるな、逃げるな。デブエ、デルカファーレ。知ってるか、悪も正義も差がありすぎると見向きもしなくなる、興味が失せるんだ。美学が足んねえよ、小学生にバカと言われて怒る大人がどこにいるの。やっぱりか、お前がエルを見向きもしなかったからそうなんだって理解したよ。もうその姿はやめろ、エル、もうお前の言葉遊びに付き合うつもりはない。やめるな、ここで終わられたら。私がバカみたいじゃないですか。エル、悪意はな、慣れるんだ。悪意は強い、適度な悪意ならいい。だけど常に悪意に依存していると、それが慣れて普通の悪意では満たされなくなるんだ。例えば初めて悪口を言われたら傷つく。だけど回数が重なれば慣れてしまうんだ。もちろん耐性がない奴もいる。だけど俺みたいに悪意に耐性がある奴だっている。いざ自分の悪意を出すとさ、ちっぽけなもんだなって冷静になるんだよ。納得してると言ってもいい。抗う必要もない。認めてるからダメージも受けない。だから冷静になって一気にどうでもよくなる。もうお前の縁を哀れにしか感じないんだ。やだ。やだ。そんなこと言わないで、私の悪意をつまらないなんて思わないで、辛かったって言って、苦しかったって言って。苦しかった、本当に何度も心が折れてさ、死にたいって思ったよ。ここは苦しすぎる、だから悪意に優しいんだ。悪意の居心地のいい環境だから善意が苦しい。でも現実は違う、善意に優しいから悪意が苦しい。ここは悪意を持つ人には天国のような場所なんだ。ずっとストレスを与えられて、でもそのストレスを発散させることができて、悪意を紡いで、悪意でぶつかって、まるで現実とは真逆の世界、だから冷静になってしまった。エル、感謝している、お前が見せてくれた悪意は今の俺の価値観を最も変えてくれた。違う、聞きたいのはそんな言葉じゃない、求めてない、だって私は、見てもらいたかった、だろう、悪いことをして相手して欲しかった、自分を意識して欲しかった、子供っぽいんだなエルも。エル、悪かったな、いろいろひどいことをして、お前との生活、悪くはなかったよ。やめて、善意を向けてこないで、私の存在意義を、否定しないで。いや、これは悪意だよ。だって今回の一戦、心に大きなトラウマを植え付けられたからね、その仕返しさ。だからもうお前とは二度と戦わない、越えなくてもいい壁だってあるんだ。障害物は越えるだけじゃない、避けることも大事なんだぜ、縁をの究極系。悪意も適量なら心を落ち着かせる薬になる。毒も使いようってことだな。これで6勝6敗、試練はクリアだな。塩もルラもいないな、何か審査でもしているのか。なんだ、今の音は。何の悪い冗談だ、これは。冗談、決着がついてない戦いを保留にしていただけのことでしょう。知る。このことをずっと、黙っていたのか。当然です、聞かれていないのですから、何もペナルティがなかったのは、別に何も問題になっていなかったから。ミール様の意向には別に接触するな、助けるなとは言っていないからルラの行動は咎めない、ただ戦いの決着を先延ばしになっただけ。さあ、主様、最後の戦いです。5勝6敗、シン、ノラ、ウル、セラ、エル、勝利し、ハートを手に入れたのは5個、あと1つ、戦って、勝って、この試練を終えてください。鳥肌立った。性格悪すぎでしょ、作者。一番優しくしてくれて、悪意を乗り越えて、記憶取り戻して、その先が恩人との最終戦。しかもヒルッチ、L 戦前にルールを追加したでしょ、あれで完全に逃げられなくしてたわよね。
つまり、お涙頂戴な演出もダメ。あとはルラの記憶がある死神ドルエデンの記憶も戻ったからまだ追い込まれる。うわ。でも確かに誰も明確に勝利を明言していなかったんですよね。ハートの演出もありませんでしたし、油断なりませんね。赤さん、頑張って、ぶっ潰しなさい。